新藤辰巳のゴミラジオ。テアンデイ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。はい、バカよあなたは新藤辰巳です。今回はですね、まあ僕の立場から言うような偉そうな立場から言っちゃうかもしれないですけど、これからの若手に向けてみたいなね、なんて言うんですかね、あのね、芸人というか、まあ全ての物事をもちろんそうなんですけど、下積みがあって、まあテレビ出れたりとか栄光があったりとか評価されたりとかすると思うんですよね。その下積みの期間でやっぱり人の人生って変わってしまうことって多いと思うんですよ。まあすぐ売れればいいですけど、なかなか売れないとどうしてもそのアルバイトをしたりとかしないといけないわけですよね。そのアルバイトもまあストレスが溜まったりとか、もちろんいい人と巡り合ってアルバイトできたらまだ幸せですけど、辛いだけとか上司に怒られるとか人間関係がうまくいかないだとか、そういう人がね、横道にそれることがありますよね。例えば犯罪的なアルバイトをしてしまったりとか、違法的な、なんですかね、まあ打ち子とかも違法になんですかね、パチンコのオーナーに頼まれて出るパチンコ台を売って、その儲けをオーナーに渡して、その渡した分の何割かを給料としてもらうみたいな、まあ昔の話なのでまあ今はその打ち子っていうのはどうなってるかわからないですけど、それとかいろいろなアルバイトがあると思うんですよ。そしてそのアルバイトに、お金がいいアルバイト、まあ無名のさ、何もまだ手に職のついてなかったり知名度がなかったりすると、非常にお金を稼ぐのが難しいんですよね。もちろんライブでお金をもらうこともなければノルマを払ってライブに出る、ライブに出れば出るほどお金が減るなんてこと、まあ当たり前のようにあると思うんですよ。だからこそお金が少しでも多くもらいたいとか、 どうにかしてバイトの日数を減らして、まあお笑いごとに費やす、まあ別にお笑いじゃなくても役者でも何でもいいですけど、その間なんかちょっと割のいい仕事がさ、人づてに来た時に、もし売れるつもりとか絶対に俺は売れてやるんだっていう投資があるならば、あるほど俺はそういうことはやらない方がいいと思うんですよまあ後にさ、やっぱり浮上してくるじゃないですか。まあ売れるのが長くて、例えば10年20年30年とか売れない時期が続けば続くほどさ、例えばそのいろんな芸人の知り合いができちゃって、いろんな知り合いができて、もちろんわけわかんないし、その背景のはっきりしない、今回の闇営業問題とかもまあその一つになるのかもしれないけど、別にそれに限らず、本当に闇アルバイト、もう導入からわかることってあるじゃないですか。闇だって、あ、これは良くない、違法性があるとか、昔アルバイトしたコンビニで一緒に働いてた人が、売人だったことあったんですよね。要するに薬のを売る、シンナーだったかなんかよく分かんなかったけど、そういうのを、まあ、それも定かかどうか分かんなくて、まあ辞めてしばらくして、その人がおそらくよく働くという場所を見てみたら、その人は実際にいたので、あれこれ本当かなって思うようにはなりましたけど、下手したらこういう人が知り合いとか身近にいても足を引っ張られるような世の中になってきたじゃないですか。この音声自体もこうネットに載ったりとか、発言次第ではヤフーニュースに載ったりとか、誰かがこれをダウンロードして
この音声を切り取って保存すれば、僕はこの音声を上げて、あのこと、まずいこと言ったって切っても、また浮上してくるわけでしょ？だから、今まで以上っていうか、やっぱりそれでね、あんま、お笑いの取る領域が狭まるのもすごくつまんないと思うんですよ。ある程度の真剣にやるってとか、新しいことを耐久するがゆえに人を傷つけてしまうなんてことも、俺はあってもいいと思うんですけど、それに別に違法ではないじゃないですか。人に迷惑をかけるというぐらいの、人を少し傷つけてしまった。それは芸が完成していないから、ただ傷つけてしまっただけで笑いにならなかったっていうこともあるんで、それはまあいろいろ現場でやって失敗しての繰り返していいと思うんですけど、その目先のお金に振り回されすぎると、本当に浮上した時にすぐ消えてしまうよっていう。例えば未成年に手を出すとかもそうじゃないですか。もちろんね、人気があるっていうのは素晴らしいことだしね、すごく魅力的なことであると思うんですよ。だからこそ、すごく初めてすぐに出てたお笑いライブで若い子ばかりが出てるって、そういう人気がその劇場では出て、出待ちとかしてくれて、すごく可愛い中学生などがいたらちょっと手を出してみるとか、そういうのを先のことを考えずにやると、今までのその子が寄ってきたのは、あなたたちの芸が面白いから寄ってきたわけだから、さらにそれを探求して成長して可能性を帯びてるわけじゃないですか。それが、その一回の過ちで、その子が後にそういうのを、まあね、マスコミに言ったりとか、ネットに書いたりとかして浮上してきた。なんだったら事務所にファックスを送るだの、事務所に電話で言うなのっていうパターンもあって、山ほどそれで消えてってる人もいます、実際に。これね、今回とか、まあネットニュースになったりとか、いろいろありますよ。テレビになったりとかしたこともありましたよね。まだね、この言い方も難しいですけど、テレビになってるだけ救いがあるんですよね。弁解の余地があったりとか、そこをなんか弁解の余地なかったとしても、それを取り上げてもらえた引きがあるみたいな魅力ってあるとは思うんですけど、なんだったら何もなかったようにただクビになったりとか、あの人たちは退職しましたと、事務所を辞めましたっていうだけで、本当内部では本当は違法性のあることで伏せて、事務所のイメージが悪くなるので、ただクビになってる人も山ほどいます。むしろそっちの方が多いですね、ということなので、もちろん、いろんな今後あるでしょう。いろんな声かけられてくることもあるでしょう。もちろんそっち側にね、ずっぷり入っちゃう人もいるんですよ。闇の方に。それはその人はその覚悟で、もう俺はそっちでやっていくって。だから、一個の人生の選択肢として選んだんだから、僕、こっちとしてはもう、誰がそうしてるかもわかんないし、止める権利もないんですけど、良くないことであるけど、そのぐらい覚悟して、もう、見つかってもいいやって、ね、なってんならいいけど、ちょっと目先の小金稼ぎで、ちょっとやったことが後に売れた時に浮上してきたら、ものすごい足引っ張る、もう世の中になってきてますし、まあ、もともとメディアの仕事って言えば、そういうのが簡単に浮上してくる、なんかその、機関というかさ、そういう場所でもあるので、まあ、気をつけた方がいいですよ、本当に。もう性的なさ、問題、もう、性の問題とかあるよね。もうどうしても、ある一定のやり方でないと興奮できないとかなった場合に、それが違法性につながりやすい人とかいるわけじゃないですか。そうした場合、ほんと細心の注意をしないと、後に浮上してきて山ほど叩かれるだろうし、今浮上せずに、未だにそういうことをやり続けながら、活動してるベテランもいますから、絶対に。だから、もし今、下積み辛いとか、もう、なんだろう、本当にバイトしたくない。でも、お笑いでは売れたいって、すごい辛い時期ってあると思うんですよね。本当に。だからもう、その時こそ、我慢ですから、
その時の一瞬の我慢で、後の、下手したら1億、2億ぐらいの差が生み出ることもあるし、引退になることだってあるわけじゃない。引退だったら、その売れてからその後に稼ぐだろう、老給料が全てパンになるわけ。下手したら50億とか、100億がチャラになってしまうことだってあるわけですよ。可能性としてはね。それで、もちろん今、YouTube もありますから、YouTube っていうのは割と、自由が利くので、今のユーチューバーがちょっとした世間から非難、炎上などした時に休む期間が1ヶ月、3ヶ月だったりして、ほぼ合ってないようなものとなっておりますが、こういうね、人に見られるこういう仕事とかやってる、この、何ですか、期間というか、まあ、テレビ局、もちろん、時代とともにさ、どんどんさ、絞られてくるわけじゃん。そのやれることが。昔だったらやれたけど、今はやれないな、なんて言葉がさ、テレビ番組自体でもオンエアされるようなことあるでしょ？そういうこと、みたいなことで、YouTube だったり、他の機関、まあ、SNS がまた次何出るかわかんないけど、いろいろ出た時に、その出た瞬間、一定の期間は自由に許されるけど、時間とともに規制が狭くなることがあるから、逆に今 YouTube に移行して、あ、安心だと思って気を抜いて、いろんなことしてしまうと、 YouTube ですらも活動できなくなるような時代も来る可能性あるから、何にしてもこのなんか危ないこと、良くないことっていうのは細心の注意を、そして始めるときにあらかじめもう違法性があるとか、まあ、これはダメだな。本当はやっちゃいけないけど、1万円もらえる、2万円もらえるとか。まあ、本当売れてない芸人なんか、もらえて、5万とかぐらいでしょ、条件。わかんない。5万、10万いくのかな、わかんない。その1日でもらえる。まあ、10万なんて相当違法性高いかな、わかんないけど。だからさ、10万なんてさ、ある程度売れちゃえば、一日で稼げるからさ、普通に悪いことせずでも。ほんと違法性のさ、高いことをやってさ、もし一日10万稼いで、やった1ヶ月のバイトなくなったってなっても、後にそれが浮上してきて、全部おじゃになって、まあ、お笑いの人なんかコンビ多いからさ、相方にすごく迷惑かかるし、もちろんその、まあ俺もわかんないよ。知らずのところで違法なことしてて、捕まることあるかもしれないけど、そういうこともあるから、気づかずやってることもあるんで、まあ、でも大概のことって、事前に気づけたことってものすごいあると思うんだよね。で、別に、誰がどうとか言うわけじゃないけど、その、テレビに出てしまったがゆえに、隠して知らなかったって言う人もいると思うんですよ。人によってはね。だから嘘に嘘重ねて、もちろん本人はどんどん傷つくだけだし、本人は元のポジションに戻るためだけの、こと考えて、逆にそれがあだとなるパターンもあるだろうし。なので、下手したら1万、2万、例えば時給1万円だよとか言ったら食いつくかもしれないけど、ちょっと知名度があれば、ライブ、5分ネタやるだけでも1万円もらえることあるからさ、そこは、あ、将来もうちょっと頑張ったらもらえるんだっていうさ、そこに夢を託して、今現在の活動を、うやむやにしてさ、もういいや、もう本当に誰んだよバイトとか思ってさ、なんかそういう違法性のあることを紹介してもらったりとか、周りのさ、例えば、周りに友達が10人いて、9人、そういう違法性のあることやってたから、残りの1人もやった方がいいだろうみたいな、万引きシステムみたいなさ、他の友達やってんだからお前もやれよみたいので、連帯意識とかでやったら、すごく将来、損すると思うし、他の9人がやってるからやれなんて、いうような人とは縁切っていいと思うし、どうしてもお金がないとかなったりとか、どうしてもですよ、飯が食えないとかなったら、僕出待ちしてくれればもうおごりますよ。だったら俺もそんなお金ないよ、お金ないけど、一人はそこらんたまに来たら別におごってもいいですよ。だからもし、ああもうやべ、ここ2日食ってね、もうあの誘いに乗らないと飯食えないとか、もしもピンチになってるぐらいの人だったら、
僕お、まあ、そんな高いもん食わせらんないよ。ひょっとしたら500円ぐらいの飯かもしんないよ。あの、勘違いしてるかもしれないけど、僕はお金あるっていう体で俺喋ってるわけじゃないから。僕はお金ないけど、これから自分にも言い聞かせてもあるんだよ。周りのさ、ある程度実力あるのに、ちょっとそういう仕事をなんか簡単にやってる人とかいると思うんですよ。だからそういう身近な人、そういうことをこれからしようと思う人、そういう人にさ、ちょっとストッパーをかけたいなっていう意味で、まあ全く面識のない人で、もういいですよ。5年、10年。まあ、なんだ、先輩でもいいですよ。もうほんと、年もいってバイトもできないし、もうあとは犯罪しかないって なるんだったら、時々僕おごりますよ。なんかのライブでも出待ちでもして。しんどさん、あの、ゴミラジオ聞いて、まさに俺そこにいて、今もう犯罪に手を出す一歩手前なんですよ。これ言ってくれれば、別に俺それをゴミラジオで話すこともないと思うし、それと引き換えにおごるというわけじゃなくて、別にその話自体は聞くかもしれない。その、飯行った時に聞くかもしれないけど、その、僕はその人の話を、あの、黙って、その、内緒で本人が嫌だってうのを無理やり話すほど、その、人に興味を持ってないので、別にいい、僕は結構口硬い方だと思うんですよ。これは、なぜそう思うかって言ったら、人にそこまで興味を持たないっていうのがあって、割と自分が好きなタイプだとは思うんですよね。人のことを言ってるけど、もちろんその瞬間にやってるネタとか、その人の芸人、この芸人の、この、能力とか、そういうのを自分なりに考えるのは好きだけど、まあそこの元として、自分がそういうのを見るのが好き。やっぱり自分がっていうのがあるので、僕はそういうの言わないので、もしもそういう人、こう、の人いたら、ぜひね、あの気軽に、僕ライブ山ほどやってんで、月30本ぐらいあったりとか、見に行くね、告知とかもしてるぐらいですから、M1 の1回戦見に行くとかね、ま、なんだったらそこで、ちょっと出待ちしてくださいよ。僕は基本あの、お笑いライブの出待ちほぼないので、あの、すぐ僕と喋れますし、そう言ってくれれば別にお土産話も求めてないですよ。あの、実は、あの、ちょっと、前のゴリラジオを聞いて、ちょっと犯罪性に手を染めそうになっちゃいましたけど、でもこれ本当にやばい案件なので、飯食い行っても、俺言えないと思いますけど、それでも飯おごってくれますっていうのでもいいですよ。それだと聞かないですよ、別に。でも、それは手染めてないから来てるわけですね。染めたらもうおごんないですからね。染める直前で、ま、あの、立ち止まった人だったら俺おごりますって話ですからね。その時、まあ、金あったら焼肉でもいいですし、金なかったら中華一番になっちゃうか日高屋になっちゃうか、それはわからない。その時の僕の懐の状態にもよるし、まあ、その人の人柄とかキャラクターにもよるのかな。まあまあまあ、だから、まあ、この可能性のね、秘めてる人が、そうやって横道にそれるとか、どうしても性的な欲求でそうなってしまう人とかもいるかもしれない。そしたらちょっと相談に来てくれれば、そうだ、俺が相談に乗ってどうなる問題じゃないかもしれないけど、もしも喋る人が芸人なんで孤立してる職業なんですね、実はね。だからいろんなライブで山ほどライブ出てる人も実際仲いい人がいなかったりとか喋れなかったりする人って多分いると思うし、実際僕が10年以上そういう状況だった時あったので、全然喋りに来てくれれば別に面白い話なくてもいいし、ただただちょっと好きなことを喋って怒られて帰るだけでもいいです。それでもしもその人の人生が救われるのならば、別にそのなんか俺別にボランティア活動したいわけじゃないけど、意外とね、俺昔そういう人よく見た気がしたし、僕もそうだったんですよ。金ないぐらいだったら犯罪して金持ちになりたいみたいな、貧乏な正直者より金持ちの犯罪者になりたいっていう精神だった時実際あったので、で僕はやろうかなとかそういう話を友達に漏らした時に、友達が絶対やんな、お前ふざけんなよって言ってくれた友達もいたし、その時はね、それ強く言ってくれた人がいたから立ち止まれたりとかもしたし、実際そういうことの面接だけ行ったりとかする時はあったかな、とスポーツ新聞でちょっと見て、それはもう全部面接だけどういうところかなって下調べで行って、そういう賃金は受け取らないっていうので、手でちょっと企画的に自分でやってみたいとかもしたので、まあそういう余計、まあそういうのも危なっかしいですけどね。うん。まあできるだけとか絶対に犯罪行為とか、もう事前に何もわかんなくなって起きてしまった時は、それはもう運だからさ、しょうがないけど、
構俺ね、まあ今まで山ほど引退してる芸人も闇に隠れて何にも浮上せずにただ引退になってる芸人もいますけど、それ事前に知ってること絶対あると思うんですよ。俺半分以上、いや7割ぐらい知ってんじゃないかな、これは本当はダメだっていう。なのにお金がないとか、どうしてもなんか我慢できないっていうことでしちゃうことってある。盗撮とかもあるじゃないですか。盗撮なんで初めから分かるわけじゃないですかね、犯罪だ。でも盗撮の性的欲求ある人はどうしても盗撮してしまうとか、でずっとバレなかったけどバレちゃうとかもありますから、もしまあ周りに相談する人がいなかったりしたら、まあもしよければ何かライブでも出待ちしてくれれば全然聞きますし、飯ぐらいはおごりますよ。まああんま期待しない、ラーメンぐらいになるかもしれないよ基本。俺人に怒るときラーメンぐらいだから、だからそのぐらいのノリでも、そこのラーメン屋ではもう自由に頼んでいいわ。それぐらいは自由にさすわ。その日高屋とかじゃなくて別に1000円ぐらいのラーメンでもいいですよ。その普通のちゃんとしたラーメン、なんかその土地のあんま個人店でちゃんとやってるね、基本のラーメンが900円ぐらいでトッピング入れたら1400円ぐらいになるとか、そんなんでもいいですよ。たまにはね、まあオアシスみたいな存在であれたらいいかなと思った今日この頃で、まあまあまあ僕が本当相談できる人いなかったからっていうのも、ちょっと今回の話をしようと思ったら根底にあったかもしれないですね。ぜひね、記憶正しく面白くという芸人生活を送っていただければと思います。以上、新藤辰巳のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。